やい、てめえ、やい、いつまで寝てんだ。さっさと起きねえか。柱の前だぞ。なんだ、鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが、地味な野郎だな。おい、うむ、これからこの少年の裁判を行うと。なるほど。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて、素敵な兄弟愛、けなげだわ。なんだこの人たち。まだ口を挟むなバカ野郎。誰の前にいると思ってんだ。柱の前だぞ。柱ってなんだ、何のことだ。この人たちは誰なんだ、ここはどこだ。ここは鬼殺隊の本部です。あなたは今から裁判を受けるのですよ、竈門炭治郎くん。